どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。はい、ということで明日はいよいよさゆひなの誕生日ということで、こちらですね、誕生日のお祝いがリニューアルされます。どのようにリニューアルされるかというと、誕生日の贈り物にちなんだストーリーを公開しますということで、今まではねラウンジでこう同じバンドのメンバーたちがその誕生日のキャラクターをお祝いするっていう、まあ、絵があったんですけれども、確かにね今回なんかラウンジ誰もなんか明日誕生日だねっていうあれなくてね、あれないのかなと思ってたら、まあストーリーが公開されるみたいですね。あとは誕生日のお祝いに関するエリア会話とかおよびメンバーからのお祝いボイスが公開すると、まあここは変わらないままですね。あとは誕生日プレゼントもあるわけなんですけれども、まあこれらは今まで通りその誕生日内であれば、まあ、あの誕生日プレゼントもらえますし、あとはねお祝いボイスとかエリア会話も見ることはできるんですけれども、誕生日ガチャだけはね、誕生日当日だけではなくて誕生日から7日間開催されるわけなんですけれども、その誕生日ガチャですよね、いよいよ誕生日限定メンバーが登場するわけなんですけれども、どのようなメンバーかというと、誕生花モチーフのドレス衣装を着た星音メンバーということでね、まあ、星音メンバーが登場するんですけれども、誕生花って知ってますかね皆さん。まあ誕生日にそれぞれこうお花が設定してあるんですよ。僕の場合はねチューベローズってお花なんですけれども、花言葉がね危険な快楽っていうあの花言葉で、ガチャのことですかね、あともう一つね冒険って花言葉もあって、まあガチャのことですかね。はい、まあそういったものがあるので、気になる方は調べてみても面白いと思いますよ。そしてこの誕生日の限定メンバーのエピソードは、ちょっとさっきもあった誕生日のメンバーのその贈り物にちなんだストーリーですよね、あのストーリーと同じ内容になるということで、まあ、ゲットすればいつでもその誕生日のストーリーを見ることができますし、さらにメモリアルエピソードは誕生日に関連する新たなストーリーということで、ちょっとさよひなのさ誕生日に関するそのストーリーやっぱり見てみたいので、ちょっと僕はどっちもゲットしようかなとは思うんですけれども、この気になるねメンバーのスキルなんですけれども、すべての誕生日記念ガチャの限定メンバーは同一効果の専用スキルが設定されていますということで、みんなあの誕生日限定メンバーは同じスキルみたいですね。まあちょうどドリフェスメンバーとかもそうですけれども、まあそのようなスキルになって、どのようなスキルになるのかなとかね、スコアアップなのかな、何なのかなって思ってたら、まあ下にね誕生日記念ガチャ限定メンバーのスキル追加に伴い、メンバー一覧の絞り込み機能におきまして項目が追加されますということで、まあこれどういうことかっていうと、新スキルってことですね。はい、なのでまあ誕生日メンバーは新スキルが実装されるということで、これちょっとどんなスキルになるんでしょうね。まあ星音メンバーではあるんですけれどもね、まあちょっと特殊な星音メンバーではあるんですよ。まずあの特訓とかがねないんですよね。あの全部特訓済みの状態で出るので、特訓がないってことはその分総合力がちょっと落ちちゃうのかなとか、まあその代わりまあレベル1からあの最大レベルは60までなので、そこまではね、星音メンバーと変わらないんですけれども、あとはね提供割合なんですけれども、その、まあ、ここも変わらないのかな。まあピックアップが、やっぱり誕生日のね、キャラクターはその誕生日ガチャの時にはその対象のメンバーだけが、出現率が高くなるということで、まあこれはね単純にそのガチャがなんか星音メンバーが多分 3% から 4% になりますよってことじゃなくて、ピックアップ率が変わりますよっていうことだと思うので、まあ、星音は相変わらず 3% で、その誕生日限定メンバーがピックアップされて、まあそれが 0.5% はもっと高いと思うんですけどね、僕はね。まあ 0.5% 以上になってくるんじゃないかなっていうところですよね。はい。で、この誕生日のメンバーは、あのさっきも言ったよ、さっき言ったかその、前にも発表されたように、ガチャシール100枚で交換することが可能ということで、まあ今まではね、あの300連回さないとゲットできなかったのが、まあ100連でゲットすることができるということで、割とまあ、あの普通の星音メンバーに比べたらお手軽にゲットできる星音メンバーでございますので、まあさよひなであれば、まあ、200連で、最大で、最大200連でゲットすることができるということですね。あとはあのこの、誕生日記念ガチャの10回ガチャを引くと、初回のみガチャとセットで誕生日を記念したピンズを獲得することができると、新たなピンズですね。これもちょっと意外と嬉しいんですよ。こうピンズをね、こうそれぞれこうメンバーでこうなんか別のピンズにしたいなと思ってたので、はい、まあ、ちょうどこれでこういい感じにね、どんどんピンズが種類が増えてくるんじゃないかなというところでね。はい、ということで明日からいよいよさよひなの誕生日で、誕生日ガチャもありますけれども、ちょっとねどのように変わるのか非常に楽しみでございます。